何？ひろちゃん。何？え、なんで動画？なんかママが一人ではしゃいでるみたいちょっとあのね、うん、今日は渡したいものがあって見るの音見るの音ちょっといいっすか、はい、さあしほちゃんにプレゼントもらえる、ね、ちょうだいいいですか、うん、じゃあじゃじゃういぼーやったー洋服だーすごいなやったーしほちゃんがずっと欲しがってたウィゴのものといえばピンですピンポンピンポンピンポンはい、プレゼントありがとうママがこっそり買ってきましたなんて優しいママなんでしょう自分でずっと欲しいって言ってたもんねネットで見てたのずっとネットでも見たけどえ2個入ってるんだけどなんかね、いっぱい種類あったよ2個入ってんだけど、うん、やばいどれにしようか迷ったんだけどやばーいあ、ひろちゃんのやばえ一応喜んでくれてるんですかそれ早く出してください見てそうこれにしましたずっとね欲しいって言ってたこのウィゴーのこのパールのピンそうなんかピンとかもあったんだけどさすがにちょっとねいくらピンク好きのしほちゃんとはいえ、うん、と思ったのでどうですかいいでしょめっちゃいいサプライズサプライズはいしょえ、めっちゃいい、やばい。髪切ったからさ、ちょうど似合うかなって。これしたかったでしょ？したかったの、これが。ね、前さ、一個さ、挟む方のさ、パールのピン買ったけど、それちょっとこれはなんか、結んだ時とかにね、挟むやつだから、長い時、切る前の長い時はこっちでも良かったけど切ったからね本当こういう、これが欲しかったの、これそうそう、パッチンするやつねあ、いいじゃんわちょっとリズさんがベリー登場ですあれどうかわいくない？あ、かわいいかわいい。いいじゃん、TikTok 撮んなきゃ。TikTok 撮んなきゃ。あ、またニョキッときた。リニーさん登場。あ、また弾けた。じゃあもう一つの方もしてみる？なんかちょっとちょっとそっちの方が、なんかグレーっぽいっていうのかな、パールが。ほら、並べてみてほら、ちょっとこっちの方が。あ、そうそうそう、こうやって見ると、ちょっとなんかね、グレーっぽいんだけど、しおちゃん、絶対的に洋服が、黒白が多いし外は今日黒白え今日外暑いよね今日も黒白なんだけどえ今日もそう今日も黒白でしょ、うん、でも最近ね秋とかになってきたら茶色い服もさ増えてきたじゃん増えてきただからなんか茶色っぽい方でもいいかなと思ったんだけどでもなんか茶色にグレーでもいいかなと思ってグレーにしましたあなるほどね別に茶色だから茶色って見てもこもこそうこれちょっとねもこもこ素材のグレーのピンねめっちゃ可愛くないこのピン可愛いよねそれのグレーもさつけても可愛いんじゃないですかこれしーちゃんっぽくないじゃんリミちゃんもちょっとつけてもらったらリミも案外似合うかもリミちゃんもちょっとつけてもらったママしおつけられない大丈夫だよパチンってちょっと付け方下手なのしも人にやんのほらめっちゃぽかいいじゃんりんちゃんもいいんじゃないちょっと大人お姉さんっぽく見える汗びっしょりひょうちゃんどうですか本当に嬉しいんだけどバイ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 めっちゃ美味しい嬉しいですかうまいこれ毎日しゃべる。これ学校につけ、つけていけないね。うん。めっちゃ可愛くないですか、ね、これ。よかったね。ねえ、めっちゃいい。うん。髪切ってよかったって。ねえ、ずーっと切りたいって言っててね、夏休みも前からね。そう。で、夏休みに切ろうねって言ってたんだけど、
ちょっとダンスの発表会がまさかのね9月1日ということで、そうなんです、ね、でダンスのねメンバーがみんな長いんだよね。そう、小ぐらい発表会の時に多分みんな髪の毛ねこう1本ポニーテールでアップにすると思ってたので、こんな短いとねあのポニーテールにできないんですよ。そう1人だけねそこで切るっていうのがちょっと違うかなと思って、発表会が終わるまでね我慢したんだよね。我慢してました。でなんその間にまあ9月入って新学期始まっちゃってちょっといろいろバタバタしててね。そうなんですよ新学期ね。そうということで今日はピンをねもうずっと欲しがってて、なかなかね原宿ってさ行ってないよね、うんうん、行ってない。夏休みに1回だけ行ったあのさあのタピオカランド。あ行ったね。でひまちゃんと偶然タピオカランドで会って、あれから行ってないの。それで夜原宿でご飯食べたけどそれ以来行ってなくない。行ってない。行ってないよね。よう行った。全然なんか撮影の時に行ったくらいだよね。ピノの撮影とかでも原宿の方行ったけど、それぐらいじゃない。原宿行ったの夏休み。ゆっくり原宿行ってないよね。行ってないね。そうで、ウイホーね、なんかずっと行きたいって言ってたんだけど、なかなかね、原宿も行ってないし最近。今度行かなきゃね。うん、行かなきゃ。久しぶりにね。行きたい。行かなきゃじゃ、うん、行くの。で、なのでママがね、ちょっとウイホー行って、一番家から近いウイホーに行って。千葉県内のね。そうそう。買ってきました。よくかかあまりにもずっと欲しい欲しいって言っててさ、なんかネットとかでもずっと見てるからさ、まあ、ネットで買うのもいいんだけど、やっぱしなんかこうね種類とかもあるし、なんかこうねちゃんと選んできましたよっていう。今年修学旅行のカバンが、そうだ修学旅行のねカバンが結局ねいいのが売ってなかったので、ネット買いに皆さんにやつ見せましょう。見せていいママ。いいよいいよ今度見せる。それではまた会いましょう。バイバイ。ママありがとう。グミ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 ペア。サンジーラおやつだ。